さあ今回はですね、はい、プロレスのね、いぶしこうたさん、はい、いぶしこうたさんが、まあアメリカの団体でのリングに上がるというようなね情報がありましたので、ちょっとその辺のお話させてもらいたいと思います。はい、まあ、あの米プロレスのねトップ団体 AEW っていう団体があるんですけれども、これが27日に、イギリスになりますかね、ウェンブリースタジアムで開催する、ウェンブリースタジアムっていうのはあのサッカーとかもやってるんですか、大きい、そうです、そうです、で同団体のオールイン大会にゴールデンスターいぶしこうたが参戦することを発表したと。この AEW っていうのはその盟友のケニー・オメガさんですよね、もともと新日本にいたイブシさんとかとのライバルの彼らが今この AEW の方に行ってるんですよ、ね、そこにまあ合流するという形があるのかな。はい、まあ、この大会はサッカーの聖地ウェンブリースタジアムで開催される AEW 最大規模のイベント、同会場でのプロレス興行は旧スタジアム時代の1992年の WWE サマースラム以来31年ぶりとなるというようなこと。まあ、同団体の AEW ダイナマイト大会で、イブシさんの DDT 時代からの盟友ゴールデンスターラバーズという形で、ね、あのコンビ組んでたケニー・オメガさんがインタビュー中、ジェイ・ホワイトってお話しました。ジェイ・ホワイトもこの AEW に参戦するというのかな。ジェイ・ホワイトは日本チームだ。そうです、そうです。そうです、はい、と、ジェイ・ホワイトと、ジュース・ロビンソンに襲撃を受け、アダム・ペイジが激怒した。イブシさん、ケニー・オメガ、ペイジ組と、ジェイ・ジュース・竹下幸之助さん組による6人タッグマッチを要求。27日の大舞台での激突は決まったという形で、6人タッグマッチという。まあ、こういうような形でね、あのイブシさんが AEW のリングに上がるというようなこと、まあ、去就が注目されたわけですよ。新日本プロレスでちょっと一時代を築いた形でね、あの岡田和親さんとかね、あの内藤哲也さんとかとライバル関係があった中、ちょっといろいろ契約の何かがあって、ちょっとの新日本プロレスと対談するというような形になって、その去就が結構長く注目されたんですけれども、まあ、以前にお話させてもらいました、海外の団体に上がって、また今回、この AEW の団体に上がるというような形。まあ、イブシさんは AEW の発表を受け、この日自身の X、これ、今 X という言い方なんですけど、Twitter ですよね。旧 Twitter。はいはい、これを更新され、まあ、いつでも行く準備はできていると。何があっても、分身、ケニー・オメガのためなら全てを受けてやると。いろいろ壊れているけど関係ないと。ちょっとまあ、体はいろいろ怪我しているところありますけど、ケニー・オメガのために出ると。そして、ジェイ。ジュース、懐かしい相手、そして仲間、ペイジと続けている。そのジェイ・ホワイトとかとも新日本のリングで戦ったりしてましたんで、はい、まあ、過去にはね、新日の 1.4 東京ドーム大会でメインイベンターを務めたこのゴールデンスター、イブシコートさんは、東京ドーム以上の会場は初だと。で、要するに8万人、9万人前になればね、このレインブリースタジアムと。まあ、思えばお客さん0人のところから始まり、19年かかってたどり着いた夢、叶うと夢舞台に向け、記したというような形なんですけど、まあ、イブシコートさんは DDT 時代にね、まあ、DDT ではそう、まあ、新日本とかのメジャーじゃなくて、インディー団体みたいな感じで、こう、アスファルトの上でプロレスしたりね、危ないね、いろんなところで、そんなところで、要はリングとか設置してないところで、いきなりプロレスしたりとか、電車の中でもプロレスしてたんじゃなんかあったんじゃないかな、ギリラプロレス的な、まあ、どこでもやりますよと、要はそういうところでも、こう、バク宙して、こういうようなことをね、やったりしたかったんです。まあまあ、ちょっと危険ですね。まあね、イブシさんはね、4日、両国国技館で行われた、グレートっていうね、団体、グレートっていう日本のね、UWF にいた田村清さんが、まあ、プロデューサーにもなってるのかな、まあ、このグレートっていう大会で1年10ヶ月ぶりの日本マット復帰戦に登場した際、イブシプロレス研究所及び AEW 所属とアナウンスされ、まあ、AEW との契約説が浮上したと。まあ、試合後の記者からの AEW と契約したのかという質問にはちょっとどうなんでしょうね、それは想像にお任せしますというような形ではぐらかしたんですけれども、まあ、イブシプロレス研究所というのはご自身の、まあ、事務所と言いましょうか、うん、まあ、そういうような形でですね、今後、まあ、イブシさんの活躍がまたね、この日本のプロレスマットの中でもね、また見れると思うとね、すごい運動神経ですから、そうですね、はい、前田明さんが、辛口の前田明さんが佐山悟を超える存在だというようなことをおっしゃってたんでね、このイブシさんのね、活躍をね、注目するようなことですね。またね、この動画でコメントいただければね、嬉しいですね。そうですね。はい、では、次回、ありがとうございました。